1月15日日曜日です。午前中まで雨だったんですけども、お昼からは天気良くなってきました。こんにちは。昨日はですね、京都に今小劇場を作ろうというプロジェクトがありまして、シアター E9 京都というところの中間報告会に行ってきたんですけども、今ある建物を改装して劇場にされるんですけども、総予算がだいたい1億円ぐらいかかるということで、いろんなところから寄付を集められてですね、現在7割までそれが来たらしいです。でもあと3000万円ぐらい足りないので、来年の春のオープンに向けて、絶賛ご寄付の受付中ということで、リンクを貼っておきますので、ぜひご興味ある方はご覧ください。それでですね、今日午前中ちょっと天気が悪かったので午後からちょっと出かけてたんですけども、以前からちょっと作ってみようと思ってたものがありまして、今日はそれを、作るというほどのものでもないんですけどね、ケーブルを仮にこう机の端に固定しておくものですね。例えばなんかハードディスクをですね、移動させてケーブルの種類が変わるっていうことがありますよね。そうすると前にちょっとつないでたのを少し外しといて違うケーブルを使って、またこうとりあえずそこに置いときたいということがありますよね。その時にこのままこうプラッとさせておくとですね、ぐちゃぐちゃになってしまうわけです。それで以前からなんかちょっと仮にちょっと固定したいなと思ってたんですけども、あんまりいいものがなかったんです。それでネットで調べたら割とセンスのいいものもあるんですけど、結構お値段もするので、もうちょっと安くて簡単にできないかなと思ってて、今日はホームセンターに行ったので、見てみたら、これというものはなかったんですけども、ちょっと改造したらこれでいいんじゃないかなと思うのを見つけました。それがこれです。ナイロンサドルという、これはケーブルをこう壁とかに這わせるときにビスで留めていくものなんですけども、壁にケーブルをこういうふうに固定しておくものなんですけども、これの、内径が 12.2 ミリというのを買ってきました。ものとしてはこんな感じです。でケーブルをここにこういうふうに入れて、仮にこう留めておくものとして使いたいわけです。そうすると、この上の部分がちょっと邪魔なので、そこを切って、整えたいと思います。切ってみましょう。あ、結構硬いです。あ、硬い。今半分ぐらいまで切りました。よいしょ、グサッといきましたね。もしこれと同じことをされる方は気をつけてくださいね。こういう感じ、はい。でこれだとこの角があるので、この角を落とします。もうちょい行きましょうか。よっしゃ、おお、はい。でこれでもちょっとこうがバリがありそうなので、ヤスリですね、ヤスリでここを丸くしていきます。はい、こんな風に角を丸くして、おお、こんな感じになりました。ちゃんと映るかな。はい、こんな感じですね。でこれだとここの隙間にこれ持ってきたらパチッとこう入るわけです。でなんとなくこうキープできていると。で使いたい時にこれシュッと外す。いいんじゃないでしょうか。でここビス止めをしてもいいんですけどね、木のところだったらもちろんビス止めもいいんですけども、テーブルの横とかにビス止めがちょっとね、やっぱり穴が開いてしまうので、今日はこの両面テープですね、両面テープの強力タイプというので留めたいと思います。で今作ったやつをここに貼り付けます。
ケーブルをファイヤーワイヤー用のケーブルと電源ケーブルを一緒にここに入れておきます。そうすると、まあ、ハードディスクを交換して、まあ、次に使うときに使いやすいと、まあ、ここは USB をこう入れておくとかね、はい、こんな感じです。いかがでしたでしょうか。今日は久しぶりの DIY とも言えないですけども、まあ、ケーブルクランプというかクランプではないね、ケーブルホルダー、デスク横デスクサイドケーブルホルダー、まあ、こういう感じですね、まあ、そういうものをやってみました。それでは。